国見町巡り旅。市川さん、ようこそ飛鳥山防塁へ。土塁の高さから堀底まで4メートルです。4メートル、はい、ですから実際にここで3日間戦した場所なんです。はい、ですから奥州藤原軍にしてみれば自分たちの国ですよね。それと人たちを守るためにここで決戦場として、はい、頼朝軍を迎えた場所なんです。ちょっと一瞬にして、はい、なんかこう鎌倉時代に来させていただいたような、はい、そうですね。さん、ようこそ奥山家。まあ素敵、ゆったりとした時間が過ごせそうですね。大正時代に私の曽祖父にあたる人が、はい、この家を建てました。そうなんですね。その時代のものってやっぱりなんか雰囲気が、大正ロマンの感じですよね。とても素敵。いやいや市川さん、ようこそ道の駅国見飛鳥市の里へ。桃太郎、おいしそう。シャインマスカット。フルーツがいっぱいです。あ、おいしそう、食べたい。失礼します。はい、こちら市川さんに名付けていただきましたクリミ桃カゼと市川桃乃でございます。大変人気な商品となっております。はい、どうぞ。では国見桃風をいただきます。あ、ドキドキ。あー、美味しい。あー、幸せ。市川桃乃をいただきます。スプーンで。あー、美味しそう。この層になってるところが。国見最高。何度でも訪ねたい国見町巡り旅。